では次はロシア民謡でも皆さんも好きなステンカラージンです。これはドンコサックってコサック、なんか船長さん、ドンはあの首相という意味ですけどが、お姫様にうつつを抜かして、そして、民衆を飢えさせてしまったということでね、ちょっとかな、そのお姫様を川の中に叩き込んでしまったというちょっと悲しい物語